左手形座標形と右手形座標形。親指を X 軸、人差し指を Y 軸、中指を Z 軸としている。右手形、または正形は線形代数学における座標形で、右手の法則に従うものを指し、左手形と区別される。多くの分野では右手形が標準とされるが、測量の分野では左手形が標準である。 右手形、左手形という性質は直行座標形とは限らない座標形に対しても考えられる。より抽象的には順序付けられた規定に対して定義される。また、3次元に限らず2次元以上の任意の次元のユークリット空間に対しても定義される。N2 とする。N 次元、ユークリット空間 RN において J 番目の座標が1で、 その他が例であるベクトルを一致と表すこととする。E1、EN は RN の標準的な規定である。任意に2通りの規定 A イコール A1&B イコール B1、BN を取ったとき、その間の変換行列は生息行列となる。その行列式が正であるときに A と B は同値で、あるとして同値関係を定義すると、規定全体の集合は、 ちょうど二つの同値類に類別される。標準的な規定と同値である規定は右手形であるといい、同値でない規定は左手形であるという。V を R 上の N 次元ベクトル空間とする。RN の場合と同様に V の規定全体の集合も二つの同値類に類別される。そのどちらの元を右手形と呼び、どちらの元を左手形と呼ぶべきかは、 自然には定まらない。同型写像ファイ RNV を一つ定めたならば、ファイ、ファイと同値である規定を右手形と呼ぶことはできる。測量、公開術、地理学、測地学などの分野では、左手形の仕様が標準的であり、北基準式で X 軸が北方向、Y 軸が東方向となる。わかりやすい。 平面直角座標形、各平面直角座標形の区域の微光欄に座標形の X 軸は座標形原点において四五線に一致する軸とし真北に向かう値を正とし座標形の Y 軸は座標形原点において座標形の X 軸に直行する軸とし真東に向かう値を正とする。地理ーム基本測量地球の形を測る日本の測地系わかりやすい。 平面直角座標形、国土地理院、ありがとうございます。